中山香里です。この動画では木曜日に大井競馬場で開催される勝島王冠の3連単予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが4番のライトウォーリアです。昨年の勝島王冠優勝後は勝ち星こそないものの、東京大賞典5着、川崎記念5着、帝王賞6着と今回のメンバーよりも強い馬が揃う中での掲示板前後を確保できたレース内容を評価しました。今回は2枠4番での出走となるので、スタートさえ決まればすんなりと先行集団に加わることができる点も今の客室ならプラス材料と言えそうです。鞍上にも矢野孝之騎手が予定されており、勝島王冠を優勝したコンビ復活で連覇に期待して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが16番のランリョウオウです。 2000m 以上での大舞台で活躍しているイメージが強いので、 1800m 戦での印象を薄い方も多いかもしれませんが、実はこの距離をかなり得意としており、3勝3着1回着外なしという全て馬券に絡んでおります。前走のマイル戦では4番手から3番手まで上がり、最後は2着でゴールというレース内容からも1波乱伸びる今回はちょうど頭まで届く走りができると判断して対抗評価に選びました。次に3番手評価に選んだのが2番のサヤノネイチアです。デビューから9勝2着2回と全て連帯しており、格下の馬とはなりますが、勢いはいきなりから警戒する必要がある馬と言えそうです。ただ持ち時計的にはあまり早いタイムを残せていない点は減点材料となったので、3番手評価にとどめました。続いて一発狙いの棚穴候補が6番のギガキングです。昨年の勝島王冠4着に前線しており、今年も展開次第では馬券圏内に浮上する可能性は十分に考えることができそうです。 1800m 戦も6勝2着1回着外5回とハマれば頭を狙える走りができる得意な距離なので、強豪相手に一発があるとすれば今回も面白いと判断して4番手評価に選びました。次に5番手評価に選んだのが12番のロードレガリスです。中央からの戻り初戦では2着に好走しており、8歳という年齢を感じさせないレース内容は今回も不気味な存在になると見て抑えに選びました。最後激走に期待したい推奨馬に選んだのが当馬のスワーヴアルミスです。中央時代の成績からも左回りの印象が強い馬なので、右回りになると印を打ちにくくはなりますが、ブリリアントカップでも 0.1秒差2着に前進したように、大井競馬場では割と右回りですが際どい競馬ができていると言いそうです。この豪華メンバーでどう戦うかが鍵とはなりますが、中央時代から混戦で一発あるイメージの馬なので、穴を開けるとすれば今回が買い時と判断して推奨馬に選びました。今回は3連単フォーメーションで1着に4番16番、2着に4番、当番、16番、3着に2番、4番、6番、当番、12番、16番以上の組み合わせで3連単フォーメーション16点で万馬券を狙いたいと思います。